どうもご苦労様でございます。曜日の変更と時間の変更とで大変ご迷惑をおかけをいたしました。今日はそれぞれの委員会が開かれていて、私も今40分まで質問をして今かけてここまで参りました。したがってですね、特別委員会の方の議論は、今日完全に聞いているわけではないので、今日のところの進捗についてはまだ、報告を受けておりません。昨日までのところでですね、磯崎さん補佐官が委員会に初めて補佐官として出席をした。これ委員長の取り計らいも私どもとすると敬意を表したいところでありますけれども、ただ残念ながらですね、平身低頭という形を取るだけで、本当にこれまでの自らの言動について、改陳するということではなかったのではないかな。結果としてですね、内閣そのものの持つ体質というものの一部が補佐官から出たと、こういうような受け止めをせざるを得ないのではないか、このように思っておりますから、その辺の部分についてもですね、これからもきちんと正していきたいなというふうに思っております。それから6日、7日、7日の日は衆議院の方の予算委員会が入っているということでございますし、10日の日は参議院の方の予算委員会、それぞれこれまた重要なことでございますので、それらを明けて11日から改めて特別委員会ということになるのかなと。結論は理事会の決定でありますけれども、そういう流れで今のところ見ているというところでございます。それから岡田代表が韓国を訪問をいたしまして、大統領とお会い、それからそれ以外の方ともお会いになって、これからの両国関係を平和の方向に、友好の方向にということの話し合いができたということは良かったのではないかなというふうに思っております。これもまだこの後3時からですね、上巻がありますので、そこで報告を受けるということになると思いますけれども、まずはですね、目的、初期の目的を達していただいたのではないかなというふうに思っております。また皆さん方も参加をされたかどうか分かりませんけれども、お昼休みの時間を使いまして、連合の皆さん方と一緒に、労働法の改悪を阻止していこうという集会が行われました。安保法制と相まってですね、このあと8月中のいろいろな日にちに、いろいろな地域で取り組みを強めていこうと、こういうことになりました。私どもも委員の中の議論はしっかり行いながら、委員外の大きなうねりで法案の撤回を求めていくという考え方でございますから、こちらの方も合わせてしっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っております。私の方からは以上でございます。はい、昨日の招致では、残念ながら、平身低頭を見ていて、あまりしっかり対応していただけなかったんじゃないかということですけれども、今後、再招致を決めてですね、民主党としてはどういう戦略で。基本は理事会のまでの決め事でありますから、委員長の方でですね、却下というようなことではなくて、今後とも協議をしていこうということになっていると伺っておりますから、その中でしっかりと協議をした上で、各野党が質問できるようなことを目指して取り組んでいくということでございます。よろしゅうございますか。はい、今日官房長官がですね、辺野古移設の辺野古基地移設の工事をですね、1ヶ月間中断すると、いう発表されました。受け止めお願いします。
県の方がですね、かなりあのなんて言うんでしょう、そのことに関してははっきりとした意思表示を示しておりましたから、まあ、それをより大きなあの力を持つ側が、無理押しをしなかったということについては私はあの一定の評価をしたいというふうに思います。ただ一時のですね、中断という形が問題の解決につながっているわけではありませんので、長期的なものとしてまず地元の理解を得るということ、そして全体の基地の負担を軽減をするということ、それは目に見えるような形を沖縄の皆さん方としっかり話し合っていただきたいというふうに思っています。この2つがですね、連動してそのようなことに結果としてはなっているんだというふうに思いますが、まず一つ一つから見ると沖縄の問題は時間も長い時間をかけて島民の方々の思いがあったわけでありまして、選挙の結果そのものもですね、民意を表すことが何度もあったわけであります。そのことに、たとえ自分の内閣の支持率のことを考えたにせよ、そこに至ったということについては、まあ、私は沖縄の皆さん方の気持ちからすれば、まあ、終わったわけではないけれども一時の安息にはなったのかなと。ただこれで支持率が回復をするというような発想だとすればですね、それは逆な意味で沖縄の方やあるいは国民の皆さんをちょっと軽く見ているようなものではないかなという感じはいたします。はい、よろしゅうございますか。はい、ありがとう。